オース未来のチャンピオン、どうも人間です。今回はカメックス会ですね。今試合終わった後に撮ってるんですけど、フライゴンもめっちゃ同じぐらい活躍して、今回フライゴン会かカメックス会かめっちゃ迷ったんだけど、まあカメックスにしときます。というのも本当にカメックス長い時を経てやっとですね、この背中の砲台からハイドロポンプを打てるようになったんですよね。まあ結構ツイッターとかでもバズってたんで皆さんも見たことあるかもしれないんですけど、いや本当に感動。今までずっとね、技のモーションで使われてこなかったからね、まあ、それもハイドロポンプの専用モーションなんですよ。ということで、ハイドロポンプカメックスが一番輝くであろう方とパーティーを組んできましたので、まあこのフライゴンともども楽しみにしていただければと思います。それでは試合の方どうぞ。はい、対戦相手見つかりました、よろしくお願いします。すげー、もう完全に来月のランクバトルって感じ。これ新ポケモンいっぱいいて楽しいな。カメックスの通りは比較的いいんだけど、まあヤドキングの耐久では止まりそうだな。特防めちゃめちゃ高いからな。逆にナッシーで受け切るプランで行こうとすると、まあジャローダに何もできなさそうだな。リーフブレード連打されてるだけで一生やることなさそう。まあでもね、カメックスで行こうとするとオーガポンの頑丈でしょ、クレベースの頑丈でしょ、結構ステルスロックをこっちが負けなかったらまずいっていう形になりそう。いや、ステルスロック巻いてカメックスで無理やり吹き飛ばすか、ヤドキング。まあヤドキング多分そんなに積んだりしないから、壁さえ張ってれば最悪一発耐えられてもなんとかなるかも。いやー、いつものって感じだな。この戦術割と定番の戦術となりつつあるこのパーティーの。いいですね、結構この戦術楽しいよ。あとはこうジャローダーに初手で暴れられないように気をつけなきゃな。リーフストーム連打っていう形を取られたらちゃんと、おー、ボールの投げ方かっこよ。あ、こっちはなんか可愛い。はい、よろしくお願いします。あのドラゴンテールがあるのでなんとかできるかなというところ。これガバガエン側は鬼火から入りたいかな。こっちあれですよね、物理だと見てると思う。まあドラゴンテールの威力下がっちゃうから鬼火別にいいよってわけじゃないんだけど、とりあえずステルスロック最重要なので、この試合ステルスロックを負ける、まあこれだけでまずお仕事としてはでかいところ。さてと、鬼火、そうね。でもこれドラゴンテールっていう技の偉いところが出るかもしれない。このガオガエンって下からね、あれなんだっけ、捨てゼリフをすることで、あの後ろのポケモンに負荷をかけずに引くことができるんだけど、ドラゴンテールが高校技だから、ガオガエンが、あ、はたき落とす回、あ、ちょちょちょ、急所当たってる。ガオガエンはたきも覚えるのが今作強い。まあなんかちょっとやりたいようにやられちゃったけど、一応これでガオガインを引かせて次のポケモンを出してステロ踏ませて、あーあーあああ、これいいかもな。ヤドキングに負荷がかかるならそれはそれでか。これさ、ネッサの大地をヤドキングに打ってヤドキングに倒されたくない？で壁張るのスキップして普通にヤドキングの前で殻を破りたくない？え、でもヤドキング遅すぎるから上から殻破になっちゃってちょっと体力持たないかな。そんなに先制技持ってそうなポケモンがいないから、一発耐えればあと全部いけそうな感じするんだよな。ちょっと無理やり殻破いけそうな感じするけど、とりあえずネッサでいいと思うんだよね。ここヤドキングを削ってしまえば止まらない気がする。え、硬すぎる。直帰じゃないとありえない耐久だと思う。ショック、なるほど。今回 HD なので、なるほど、 HB 方面は柔らかいんだよな。すっごいカメラが高い。さてと、これメテノから入るかそれともカメックスで行くかなんだけど、いや、ヤドキング削れてるのチャンスな気するんだけどな。え、でもここちゃんとメテノかな。直帰っぽいので、このヤドキングって引くことでしか、再生力でしか回復手段がないと思うんですね。まあだからこのカメックスを出すことで相当引いても居座っても地獄みたいな形にできてた感じはあるんですけど、結局壁がない状態で引かれる、次ハイドロポンプ余裕で耐えられる、で壁張ってないから特防1段階下がった状態からもうゴリゴリに攻撃されるみたいなことされたら多分ね厳しいと思うから、光の壁最終的にいりそうなんだよな。とりあえず張ってみちゃう。ヤドキング側はとりあえずで居座ってる感じか。まあメテノが何するか分かんないしな。壁込みなら硬いですよこのポケモン。引っ込める。はい、毒舌王って名前いいな。有吉さんじゃん。シラセ、あー、僕のクレベースと同じ名前。あら、くしくもお揃いですね。ただこれさ、ミラーコートさえされなければ大丈夫だから、カメックス。パワージェムでとりあえず削って、あー、なんかテラスまでしてる。
これ自己再生で頑丈圏内まで回復されてでミラーコート連打ってされると結構ラチが開かない。ちゃんとここにテラスキルの偉いな、めちゃくちゃケアしてますね。パワージェムしっかり見られてしまう。オボンかな、違う、タラップだこれ特防上がっちゃったよ。で自己再生、マジか。これミラーコートありそうなのか。鉄壁ボディープレスって言ってほしいんだけどな。これ壁ターンあんまり長く消費しないように大爆発をした方がいい。さらばもう全然リミットシールド発動前から自らはぜていく。これクレベースにどれくらい入るんだろうこの大爆発って。嘘、ダメージ入った後、今のエフェクトダメージ入ったの、もうこれダメージ入った後、どういうこと、聞いてなさすぎるけどいやあまりにも聞かなさすぎるけど、これ本当に言ってる。ちょっとクレベースの体験にドン引きしてますがというかメテノの火力のなさにもドン引きしてますが、とりあえず殻を破らないとラチが開かないんです。お願いだからミラーコートって言わないでほしい。あの自己再生からね、自己再生の後のミラーコートって言わないでほしい。一応壁は腫れてるけどミラーコートをしてる、怖すぎる怖すぎます。ちゃんと再生ミラーコート搭載してんじゃんねえ。いやでもこれ2段階上がったでしょ、ハイドロボンプさすがに足りるはずよな。相手でもタラップで1段階上がってんだよな。でもここミラーコートじゃなくて自己再生じゃないの、一応相手裏まで全部見えてる。ここもう一回殻を破るっていう択も一応あんのかな、ヤドキングを貫通するために。結構リスキーだけどそれ、うわー高すぎる。一応草テラバーストでわざと半減で打ってっていうこともできるんだけど、いやハイドロパンプ打っていいと思う。いけ特殊モーション、ハイドロパンプ吹っ飛ばせ。いやー有効急所かわかんない全然わかんないあーとりあえず突破できてよかった。これもしさお相手めっちゃさ特防方面振っててさ、これ有効急所だってなったらお相手暴れまばってそうだな。いやーだとしたらちょっとズルしましたけど、まあでもそう直帰ヤドキングがね鬼門すぎる。これをなんとか倒さないといけない。壁が残ってて本当に助かってるんだけど、あと2ターンあるからな。でもお相手もここで止めきれなかったら負けだと思ってるっていうか、それは分かってる話で、まあ、ハイドロポンプ当てるしかないんだよなこっちも。これ波乗り採用じゃなくてハイドロポンプの方に踏み切ってるのが結構きちっと出てる気がする。アシッドボム、うわーただこれなるほど、これお相手一回ヤドキング引くでしょ。だってこっち光の壁あと1ターンでしょ。このターンハイドロポンプ耐えないんだから、一回引いて再生力発動させてっていう動き取るでしょ。ガオガエンの前だったら殻を破るし放題だから、殻を破るもう6積みしちゃう、もう引っ込めたもちろんそうなので、うわ頼む頼む頼む、こっからカメックス頑張ってくれ、頑張れ頼む。これで多分だけどガオガエン側さ、まあ、捨てゼリフとかだと思うんだよね。そんな真正面から攻撃するかな。でもはたき、そうかはたきはしたいか、こっちの火力アップアイテムとかはたけるしな。でリフレクター切れるからワンチャン削り切れるかもっていうのもあるし、いやどうなんだろうこれ、食べ残しかな。うん、ここ椅子割ってから破か、どうなんだ、あれリフレクターまだある、そうかこのターン引いたから、そうだリフレクターまだいったんだ、あ助かる助かる助かる。じゃあここ殻を破るでしょ、もう殻を破る6積みまでいく6積みしてヤドキングを貫きに行く、これしかない強引すぎる。あとはこれハイドロパンプ2回やってないといけないから、ガオガエンテラバーストで足りてない、どう、はたき結構効く、リフレクターがなかったら即死でしたね。いやどうなんだろうこれ、僕これポケモン剣盾のダメージ計算をさ立ち上げないと、この2体まだ登録されてないんだってどうするどうする、ちょっと急げ急げ、あーちょっと入力間に合わない、これ6段階上昇テラバーストで足りるかどうか感覚でやんなきゃいけないわ。いや足りるね、テラバーストで足りる。ここは命中80に頼らなくていい、 OK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 、 ここの感覚は間違ってなかった、よしよし
あとはヤドキングに当てるだけ。勝って帰ろう。カメックス、ここまでフライゴンとメテノが繋いでくれたバトン、ちゃんと事前に削ってあるから、ハイデドロポンプが当たれば余裕全然下回ってない。ほい、よっしゃー、はい、ありがとうございました。なんとか、なんかもうほんとずっと首の皮一枚って感じの試合だったな。いやー、いい試合でした。対戦ありがとうございました。いやー、競ったねー、この試合は。ぼっちちゃんだ、対戦よろしくお願いします。さて、今回のお相手に対してなんですけど、まあ、カメックスの一環はまああるにはあるか。どちらかというと問題はこっちの起点作成のポケモンがグライオンに捕まった時かな。グライオンに対してできることがあんまりないと非常に面倒なことになるので、グライオンへの対抗策は持っておきたいですね。となるとメテノか。グライオンは毒毒と地震の2つが打点になるんですけど、メテノはリミットシールドという特性で体力が半分以上残ってる時は状態異常を無効化することができます。かつ浮いているので、まあ、毒毒自身両方無効なんですよね、体力半分以上残っていればですが。のでグライオンに困った時はメテノを出すという風にしましょう。でメテノはカメックスの壁要因でもあるので、すごくシナジーがある。この2体だけ考えて、あと1体どうする。サーフ後 EU あたりに強く出られるエンテイもいいけど、まあでもステルスロックも欲しいからフライゴンから入ってみちゃうか。これでよろしくお願いします。さっきの試合と同じ選出になっちゃった。まあステロ壁、最後ラスイチアタッカーっていう、まあ分かりやすく通しやすいですよね、この選出はね。はい、対戦よろしくお願いします。あー、初手いいユイから、まあなんだかんだよそういうのが一番嫌なのかもしれない、こっちにとって。全然そのネッサの第一なので、今回自信じゃないので EU に対していい打点とは言えないですね。ただ EU 側もそんなことは分かっていて、多分居座れないんじゃないかなと思う。初手のフライゴンってすごく助け率が高いんですけど、一発耐えられて自信で返されるってお相手めちゃくちゃ嫌だと思うんですよ。なのであっても草テラスとかで無理やり居座ってくるぐらい、基本的に普通に居座ることありえないので、まずステルスロックからでいいと思います。うん、テラスから、まあじゃあ草テラスなんでしょうね、おそらくね。フェアリー、ああそういうのもあるのか、なるほど。それはそれで自信痛そうですけどね。まあただちょっとしてやられたな。テラバースト、うん、タスキじゃないのでね、これは結構嫌ですね。いやー、フライゴン何もできずに突破されてしまった。ステルスロックをできていないので海竜がちょっとしんどいけど、まあ海竜にテラスが残ってないから、なんとか殻を破るできれば冷凍ビームで吹っ飛ばせるか。ただ EU の一発プラス、海竜の神速を耐えないといけないので、どっちの壁も張らないといけなくない、それって。ちょっとハードルの高さを感じていますが、なんとかなるかい。これとりあえず光の壁を張らないと殻を破らさせてもらえないので、裏で光の壁はもう最優先で必要。そもそも耐えんのこれ。ああ耐えてる、えらい。 OK、 じゃあとりあえず光の壁はできるでしょ。そしてリミットシールドで、これで一気に素早さが120族だったかな、めちゃくちゃ速くなります。で上から大爆発なりなんなりできるというわけですね。ただこれ攻撃補正も努力値振りもしてないけど、大爆発で吹き飛ばせるんかな。EU 物理耐久低いポケモンだけど、リフレクター張った方が将来のためなんかな、どっち、わからん。メテノの攻撃種族値確かこの状態だと100なんですよ。100の大爆発はさすがに弱い気がするんだよな。リフレクター張る、リフレクター張ろう。そもそもスカーフでした。まあメガネじゃない火力だったから、まあスカーフのね可能性が高かったことには間違いないんだけど、まあ一応こだわってなかったらぐらいの選択肢だったね今のはね。結局光の壁だけ張ってなんとかっていう形。さあスカーフイーイなんですけど、これカメックスのさ殻を破るするじゃないですか。この殻を破るで抜けてるかどうかめっちゃ怪しいんですよね。1回分で抜けてるかな、なんとも言えんな。ぼっちちゃん、あれあなたの名前もぼっちちゃんだけど、じゃあこれ EU を安全に抜けるように、これ EU の振り方次第なので1回だけだと殻を破る、もう1回破るか、ヘイラッシャーの前で。なぜならラムの実を持っているのであくびで止まることがない。お相手のヘイラッシャーは地割れみたいな冒険をするより、ラス1のカメックスならどうせ引くことができないからあくびをしておけば安全だと思っているはず。それに対してこっちは草テラスを持って切り返しができるので、かつラムなので
ヘイラッシャーはすごく意識してる方なんですよね。ということで殻を破るもう一回やっていいですか。いいです、やります。こうすることでイーユイに怯える必要がないですね。さて頼むぞヘイラッシャー、そもそも君はあくびって言ってくれるんだろうな。あくび、はい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 、まあまああくびはいいとして、ここでじゃあ草テラステラバースト見せる形になるかな。でもここ守るされるじゃん、次もっかいあくびされちゃうか。やべ、もうここ殻を破るしたのめっちゃミスだった、今さら気づいてるけど。あの草テラバーストここで打つしかないよな。お、守る押してない、これは助かりましたね。変に守るするよりも別の行動した方が期待値高いと思ってくれた。ウェーブタックル、いやこれはちょっと助けられましたね。ラムの実も込みでめちゃくちゃ楽にヘイラッシャー突破できる。ここ守るがあるかどうか分かんないけど、今時のヘイラッシャーって、まあ、でもあくびあったらありそうだけどね、守るあくび、まあ、どちらにせよここ守るは例えば身代わりとか警戒して打てなかったのかもしれない。そう考えるとこれはめちゃくちゃでかいぞ。相手もテラス残ってないから草テラバースト受けないといけないでしょ。お相手多分今めちゃめちゃ焦ってますよ。とてつもなく焦ってる。草テラバーストで守るある、あるけど打てなかったんだな。身代わりとか警戒したな、これはラッキーでしたね。正直すごく助かりました。ただイーユイ、これイーユイに対してハイドロポンプを押さないといけないかな。草テラバーストで足りてるかな。その点のダメージ感覚がちょっとない。今僕が使ってるダメージ計算のツールがまだカメックス対応してなくて、その青の円盤がねリリースされたばっかりなので、いやそこがちょっと分かんないな、どうだろう。あと思ってたら、あれイーユイをお役御免にするような出し方、もうこれあれか、お相手勝ち筋がヘイラッシャーもう一回守るしてなんとか草テラバースト圏外に出ることで勝ち筋としてる、つまりヘイラッシャー出し直す、もう一回守るするっていう動き、そこに勝ち筋見出してる。ニジカちゃんめっちゃぼっちザロック、まあ確かにニジカちゃんっぽいけど、まあこれは冷凍ビームで余裕の一発なので、鉢負け神速とかじゃないことだけ祈っておきましょう。ハチマキ神速なんかい、大変ありがとうございましたね。ハチマキ神速じゃん、いやーいけそうだったんだけどな、もったいない。大変ありがとうございました。はい、対戦相手見つかりました。おお、へえ、よろしくお願いします。何これ、なんか5世代っぽいなと思ったんですけど、まあそのウォーグルとかさ、ゾロワークとかも5世代のポケモンだから、まあ翡翠だけど5世代と捉えられなくもないんだけど、海竜だけ違うか、なんか不思議な並びだけど、まあなんかほぼほぼ5世代っぽいね雰囲気で統一されてますね。もうこれは結構面白い並び、めちゃくちゃマイナーなポケモンもいるけどちゃんと海竜もいる。なんか海竜だけ取ってつけたように強いからみたいな感じで入ってるように見えるけど、まあまあまあでも結構見た目面白そう、楽しみなパーティーだよな。ということでお相手のパーティーが楽しみっていう風に思ってたら先生の時間だいぶ少なくなっちゃったけど、今回は分かりやすくカメックス通せそうなのでカメックス通しに行くか。まずフライゴンでステルスロックを巻くでしょ、でメテノで壁を張ってカメックス一本槍、これで行こう、よろしくお願いします。これは多分カメックス一体でもうまくいく試合だと思う。まあ、カメックスはそのちゃんとねステルを入れてないと海竜にね冷凍ビームを耐えられちゃったらもうしょうがないので、とりあえずステルスロックはやっておきたいなと思っている。ウォーグル、まあ、ただこれがゾロワークの可能性もあるんであんまり信用してませんけどね。ただウォーグルのオーラウィングという技は結構連打されると厄介な技なんで、まあ、ちょっと警戒しておきましょうかね。とはいえですよ、今回は HD 特防方面に特化しているのでかなりウォーグルとはいい感じの対面になってるかもしれない。上からステルスロック、じゃあそんなに素早さに特化してる感じじゃないかな。こっちあんまり早くできてないんで、高速移動、お、これは素早さ積んでからゴリゴリに押してくる積みアタッカータイプ、こういう相手に対してはドラゴンテールめちゃくちゃ刺さりますね。ステロドラテ、サイコキネシス、うお、めっちゃ火力ある、こんな火力あんの。いや思ったよりこれ力づくでしたっけ特性、いや思ったより入ったな。
特防特化なんですけど、こんなに食らうとは思わなかった。いい火力してますね。はい、まあ、おそらく力づくだったのかなというふうに思います。ただ、まあ、一応積みを無視することができて、でこれあれか、ステルスロックを巻いたけどステルスロックが入ってないっていうことで圧属物で確定のウルガモスが出てきましたと。なるほどなるほど。これも蝶の舞をされたら嫌なのでドラゴンテールを押しておけばまあなんとかなるでしょう。引いてる。あーもうこれ相手がそんなことしてる間にドラゴンテール連打しちゃいますよ。いいんですか。あーこれはもうステルスロックが痛いんじゃないの。これは普通に地震とかそういう物理技でウルガモスを削られるのをシンプルに嫌ってますね。いい感じ。いやこれはお相手かなり嫌でしょう。でウルガモスが出てくる。こっちがドラゴンテールを連打しているだけでウルガモスは、まあ、蝶の舞をすることができずに、まあこっちを突破してしまうということになるんですけど、ウルガモスが前に張ってくれるなら、こっちの裏のメテナのパワージムが4倍弱点なので、まあ、それはそれで良しとしましょうか。ドラゴンテールもう連打しちゃっていいかな。炎の舞、あなるほど、炎の舞しかまともな有効度がないから引いたのか。で炎の体接触してくれっていう風に祈ってるんじゃない。あーまあまあ接触しちゃうのか3割引いちゃいましたけど、まあでもお相手多分ワンウェポンですね。ってことは朝の日差しとか覚えてて、朝の日差し蝶の舞炎の体鬼火とかなのかな。要するにまともな有効度がなかったから今のところは仕方なく居座ったっていう感じなんでしょうね。で海竜が出てきましたと。いやいいですね、3体見れて。これフライゴン仕事しすぎ、テラス切ってないけどめっちゃいいな。で海竜はね浮いている鋼タイプに打点がないというのは有名な話なんですけど、前に僕がシビビールの動画を出した時にも同じ話をしましたけど、冬のポケモンに鋼テラスを切るとノーマル、飛行、ドラゴンあたりの打点プラス地面の、打点全てを半減以下に抑えられるので、海竜って基本的に鋼テラスを切った、フライゴンに対して打点がないんですけど、さすがにこれだけ体力が減ったフライゴンに対してはまあ切れないかな。テラスは新速テラス切ったら一発は耐えてたかもしれないけど、まあさすがにもったいなすぎるかな、打てないかな。でメテの出しますけど、アンコールがあるタイプかそれともちょっと分かりませんね。はい、海竜はハチマキでない限りそこまで火力に警戒する必要があるポケモンじゃないので、裏の2体の方がよっぽど火力があるポケモンなので、先に光の壁だけ担保しておきたいかな。ここでテラス岩打点を嫌ってるってことは竜の舞をとかをするのかな。ノーマルテラス、はい、どういう海竜なんだろう、ちょっと謎ですが、こっちが上ってことは侵属してない、つまりハチマキじゃない。羽休め、これはゴツメアンコールとかもありそうな動きですけど、どうなんでしょうね。ただこっちの方が早いのでこのターンまで技選ばせてもらえるか。電磁波とかもあんのかな、わかんないですね。ただめっちゃ遅いことはわかってるので、こっちめっちゃ遅いってほどでもないか、まあ、ただメテの今回素早さめっちゃ振ってるんですけど、それよりも遅いってことは、まあ、少なくとも早い回流ではない。リフレクター貼っちゃっていいかな、これ欲張ってる。アンコールされる前に大爆発っていう手もありました。アンコール、うん、まあ、大爆発をできていればマルチスキルを剥がした上で裏に託すことができたので、それはそれ でやりたかったんですけどね。まあ、でも正直これ一回殻を破るができちゃったらかなり良さそうに見えるので、どうしよっか。海竜引っ込めた。え、ここで引っ込むって何。あーなるほど、裏のポケモンの積みの起点になりたくないのか。なるべく火力あるポケモンでご利用しに来てるっていう感じなのかな。いやまあでもさすがに壁張れたし殻を破っていいかな。正直神速圏内まで耐えないといけないから結構ハードル高いんだけど、これ海竜が一回引いてくれたのでマルチスケールが残らないんですよね。いやどうだろうな、メテノに引くっていうのも手ですけどね。ただメテノ今回耐久そこまで自信があるわけじゃないので、壁込みならここは殻を破った方がいいかな。どうだろう、まあ殻破るか。あでもこっちが上になっちゃうか。まあでもそうか、そうだね、ここ先に破っちゃうのまずかったかな、まずったかな。神速圏内入っちゃうかな。下手に殻を破るしない方が良かったかもしれない。最後クリシスどれぐらい入るこれ。あまあまあまあ、でも神速はさすがに圏外か、危ない。まあなんとかなってる気がする。真空派ないって言ってほしいけど、
真空ハル、いや神速なんとも言えないな、命の玉でしたね。なるほどなるほど。いや今の対面は普通に冷凍ビームで上から倒しておくべきでしたね。海竜、まあ、神速で倒しに来てる。ただ相当遅いことは分かってて、アンコール跳ねがるってことは HB でほぼ確定、もしくはあっても HD なので火力はそんなに振ってない。一発耐えてくれカメックス、壁込みなら耐えられないか。うわー耐えてる、エラすげー。ハイドロポンプ特殊モーション見せてやれ、この二対の砲台から。いやーかっこいい、ナイスすぎる。いやオッケーオッケー、まあ、これ殻を破るしてなかったら、ハイドロポンプ2回必要だったので、いやーやっぱりこの火力たまりませんね。なんなら羽休めで受かってるまであったから、いやー、まあ、殻を破る押してよかったって言える結果にはなりました。乱数だったかもしれないけど結局ね。さてじゃああとはハイドロポンプで倒せるでしょう。当たる、オッケー。まあ、これで倒せてなくても相手テラス切ってて、で裏メテノ残ってるので、さすがにメテノのあれでね、パワージムで、パワージムが出てこなかった。パワージムで倒せてたかと思います。なんとか。いやー、3体とも活躍したんじゃない？うん、いい試合でした。やりたいことできたな。今回のカメックスは星5段階中の星、4.5 ぐらい。いや、でも結構それぐらい上げていいと思うんだよな。星、ちょっと4寄りだけど。うん、まあ、でも 4.5 あると思います。殻を破るっていう技ってめちゃくちゃ繊細で、殻を破るをするための隙が必要だから、まず耐久がある程度必要だし、殻を破るした後の素早さでどこまで抜けるかが関係するから、素早さも十分に必要。で、殻を破った後の火力も必要だから、火力も必要ってことで、全部の水準が高くないと、まあ、なかなか活躍できないんですよね。例えば、ドダイトスは殻を破るした後でも素早さがちょっと足りないし、カジガメとかボットですは殻を破るに際してちょっと耐久が心もとないです。まあ、パルシェンが物理技だけならなんとか耐えられるので、まあ、パルシェンが有利対面で殻を破るっていうのが流行っているっていうのはそういうわけだったんですけど、カメックスはね、耐久、火力、素早さ全部がちょうどいいんですよ。結構全体的に平均的な種族値ってポケモンでは避けられがちなんですけど、殻を破るをするポケモンにとっては理想的な種族値です。で、今作殻を破るをするターンをテラスタルでね、ごまかしたりすることもできるようになったので、相手も弱点を作っていくことが至難の技になったんですよね。かつテラスタルのおかげで殻を破った後の範囲が狭いっていう問題も解決して、テラスタの相性も神がかっているので、このカメックスは相当今作いいポケモンになったと思います。前作のダイマックスもね、結構殻を破るとの相性悪くなかったんですけど、まあ、前作以上に強いですね。まあ、というのもどっちかというとダイマックスってカメックス側も結構それをうまく使えてたんですけど、殻を破った後にハイドロカノンみたいな威力150の技をダイストリームに変えて打つみたいなことができてたんですけど、どっちかというと殻を破った後相手を一発で倒すっていうことが難しくなってたんで、なぜなら相手にもダイマックス剣があるから。そう、だからせっかく殻を破っても相手のダイマックスで一発耐えられて返されて、いやーもう積みポケモンきついわっていうような状況は結構ありました。けど今作は積みポケモンがなかなか止まらないんですよ、ダイマックスがないから。まあその分積みポケモンが暴れないように、ダイマックスがなくなった今、天然のポケモンをたくさん、強いポケモンをね収録して、あと強力な先制技を持ってるポケモン、まあ海竜とかね、もう、まあ、環境に出てきてたことから、まあ積みポケモン今作まあまあ厳しいなっていう風に言われてたんですけど、天然ポケモンの筆頭であるヘイラッシャーには草テラバーストを打てるっていう点でちゃんと対抗できるようになってるし、カイリュウもちゃんとステロさえ踏ませれば冷凍ビームで倒せるので、カイリュウの新作だけ耐える耐久を残しておけばまあ勝てるかなっていうようなね形を作れているので、カメックスは今作かなりやれる側のポケモンだと思ってます。余談なんですけど、カメックス泳ぐ時も専用のねモーションというか、かなり面白いモーションを追加してもらってまして、こんな感じで足からジェット噴射をするんですよね。いやこれ足をしまってそこから水を排出して、それを推進力にしているというような動きだと思うんですけど、これっていつかの図鑑で説明あったのかな、ちょっと調べてみるか。あ、ポケモンスナップではこの噴射した水の勢いで空を飛ぶこともできるらしい。すごいな。知らなかった。まあそういう記載がありましたね。でもあんまりポケモン図鑑に記載されてはないかな。ということで、こういうね連れ歩きとかでそのポケモンの生態が追加でわかるみたいな部分もあって、めちゃくちゃ面白いですね今作。いや今作のカメックスはもう本当に大優遇を受けてると言ってもいいです。今までね本当背中からハイドロポンプを打てなかった期間長かったと思うんですけど、多分10年間ぐらいはね実装されてなかったはずです、この背中からハイドロポンプを打つっていうアニメーションは。ついにこの時が来ましたね。ということで、おめでとうカメックス。さてじゃあ4戦目を見ていただきながら後語りですけど、僕最近ツイッターでちょっと PR みたいな感じで、まあ要するにその案件のツイートを一度だけしたんですけど、それ何かっていうと大分県の
観光動画みたいなやつなんですね。僕はずっと地元の大分がね大好きなので、大分の案件を受けられて僕はめちゃくちゃ嬉しいなと思ってるんですけど、まあこれからも多分ね大分の案件は受けられる時があったら受けたいと思う。それぐらい僕は大分県がすごくいい場所だと思ってるんですけど、じゃあ何か特別ななんか有名な場所があるとか、あのいいアトラクションがあるとか、なんかそういうもので言うとね、あんまり観光する場所ってないんですよ大分って。もちろん特筆すべきは温泉なんですけどね、別府温泉があり、まあ湯布院があり、世界的に有名温泉地なので、本当に別府にいると海外の人が多い。マジで APU っていうその海外の人たちが通う学校が別府市内とかにあるのもあって、特に別府はマジで日本人と海外の人の割合でいうと相当ね海外の人の割合が強いんですよ。なので日本でありながらちょっと異国情緒がある街であって、でそこで温泉も入れるし、飲食店行っても美味しいし、飲食店に行ったら海外の人がやってるその異国の料理っていうお店がすごく多くて、もうその APU っていう海外の人たちが通う学校に通ってる学生さんたちが、もう大人になって学生じゃなくなって、でもそのまま別府について、でそのそれぞれの出身国の郷土料理みたいなのを別府で出すっていうような文化がねあって、別府には本当にその海外の料理が多いっていうことで、僕の大好きな料理店がいっぱいあるんですよ。もちろん日本の人たちがやってる料理もそれに負けるとすごく美味しくて、もうだから観光地みたいなものはないんだけども、アトラクションとかはもうなんかもういこんなこと言ったら一生もう大分の案件来なくなるかもと思ってちょっと怖いけど、楽天地っていうさ、昔からある遊園地があるんですけど、もうなんか別府に住んでる身からしてもいつなんでまだ潰れてないのかも説明できないぐらいめっちゃ古い遊園地があんのよ。いやそことかね、一応遊園地とかあるにはあるんだけど、まあ観光客の人たちに勧めるものではなくて、正直もうなんか大分別府に来たらとりあえず温泉に入って美味しいもの食べて綺麗な景色を見て、もうなんかゆったりチルしてくれっていう、もう体の芯から日頃の疲れ全部取って帰ってくれっていう、そういう街なんですよね僕にとって。まあ多分もう別府ってその楽しみ方が僕は正解だと思ってる、まあ、大分もね、まあだからこうゆったりできるっていうその街の雰囲気も相まって、すごくこうゆったりしたカフェとかも多いんですよ。おしゃれでカチッとしたカフェもあるにはあるんだけど、もう全体的にカフェもすごくゆったり系ということで、これを見てくださってる皆さんがいつか大分別府に旅行に来るかもしれないので、僕が観光客の人多分知らないけど、いざ来た時にねぜひ行ってみてほしい飲食店をね紹介させてください。まずはこれいつかの動画でも言ったかもしれないけど、別府にあるマチャコという喫茶店ですね。まあ、これ喫茶店って言いつつ、もうほとんどみんなここに来たらボルシチを頼みます。皆さんボルシチってどういう食べ物か分かりますか？僕もこのマチャコ以外でボルシチを食べたことがないので、ボルシチっていう食べ物はこのマチャコの食べ物しか僕は説明できないんですけど、まあ、野菜とお肉がたくさん入ったトマトベースのスープだと思ってください。ここのボルシチがまあ尋常じゃなくうまいんですよ本当に。まあ、すごいゴロッゴロのその人参とかゴロッゴロのジャガイモとか入ってるんですけど、もう全部ねめちゃくちゃ柔らかいので、めっちゃ甘いの。大きめの肉のブロックとかもあるけど、スプーンで全部ね簡単に両断できるぐらいに柔らかくて、で味がね結構意外としっかりしてるんですよ。バターも効いててちょっとねこってりしてるんだけど、もう本当にこのボルシチ一杯の満足感がすごくて、ボルシチ以外にいろいろ頼まないでくださいね。多分ボルシチでそんなに大食いの人じゃなければマジで満足します。一つだけ頼めば、なんかスープ一個だけ頼むみたいな感覚で頼まない方がいいです。それぐらいには結構ねボリュームあるんですけど、まあ、これバケットがついてきて、バケットと一緒に食べてねっていう感じなんですけど、まあ、これがね最高なんですよ。一回食べたら忘れらんない味で、僕ももうね何度も行ってるんですけど、本当に通ってるんですけど、まあ、マジでこのマチャコボルシチがうますぎるっていうことで、もうめちゃくちゃ有名店なので、ランチの時間帯とかは若干並ぶのは覚悟した方がいいですね。マチャコってちょっと字が難しいんだけどね、馬に家に溝って書いてマチャコって読みます。誰が読めるねんっていう感じなんだけど、まあ、本当に美味しさだけでここまで成り上がってきた店って感じですね。まあ、ちなみに一応洋食屋さんみたいな体をなしてて、そのメニューとかを開いたら結構オムライスとかさスパゲッティとかいろいろ書いてあるんだけど、もう騙されないでください。ボルシチ以外に目もくれないでください本当に。正直ボルシチとそれ以外のメニューに僕はもうめちゃくちゃでかいその差があると思う。他のメニューもまあ別に美味しいんだけど、普通ぐらい、もうボルシチだけ別格にうまいので、もうここ行ったらボルシチ頼んでください。でもう一個、これはね結構大人になってから初めて行って、もうめちゃくちゃ美味しいなここって衝撃を受けたお店があるんだけど、コムディアっていう、 COMDIA って書いてコムディアっていうベトナム料理のお店があるんですけど、ここはねもう本当に分かりづらいところにあって、もうめちゃくちゃねちゃんと調べて行ってほしいんですけど、場所を Google マップ見ながらね行ってほしいんですけど、別府駅とかからすごく近いので、全然別府駅から徒歩でも、すごく近い、嘘だけど、徒歩でギリ行けるぐらいかなの距離にあるんですけど、このベトナムキッチンコムディアっていうのが名前が、ここがね店がねすごくちっちゃいんですよ。1階2階ってあるただの本当にその家みたいな
見た目をしてるお店 で店主さんが一人でやってるんですよね。前はそのアルバイトの方もいたらしいんですけど、今はいなくて、すごく柔らかくてめちゃくちゃ優しいね、あの女性の店主さんがやってるんですけど、まあ、その店主さんもめちゃくちゃなんか人柄があったかいって言って人気で、あのその人に会うためにね来る人もいるってぐらい、まあ、すごいいい店主さんがやってるお店なんですけど、まあ、あの料理が抜群に美味しくて、で何が美味しいかっていうと、あの何を頼んでもその前菜のセットみたいなのがつけられるんですけど、その前菜が美味しいんですよ、鬼ほど。まあ、あの何の話をしてんのって話なんだけど、本当ならこれマジで前菜がズバ抜けてうまい。正直僕その前菜と一緒にあのフォーを頼んだんですよ。あの米粉でできたの平たい麺みたいなやつね、フォーってを頼んだんですけど、まあフォーも結構美味しい、結構美味しいんだけど、前菜があまりにもうますぎてちょっとね相対的に普通に感じてしまった、うん、まあもちろんフォーも結構レベルが高くて美味しいと思うんだけど、あのねこの前菜がそのなんて言うんだろう、大きめのプレートにいろんなこう創作料理がちょっとずつ乗ってるみたいな感じで、結構フランス料理っぽい印象を受けるんですよね。僕そういうなんかなんて言うんだろう、おしゃれでそのちょっとずつさ、そのお皿の上に乗ってるなんかテーブルマナーとかある感じのああいうやつ、あれってなんかおしゃれなだけで味度外視してねって僕ずっと思ってたんですよ。もうフランス料理好きな人に助走つけて殴られそうですけど、なんかさ、あのバルサミコ酢のソースとか言われてもなんか酸っぱいだけやんみたいな、ちょっとそんな風に思っちゃうぐらい、ちょっとね僕舌が子供な部分がもしかしたらあるのかもしれないんだけど、あのここのその前菜はベトナムのならではのこの生春巻きとかさ、そういうメニューがありつつ、全部ね味が日本人好みにすごくこう工夫してあるんですよ。本当に抜群に美味しいので、あの日本人が食べて、うわこれなんか日本料理とベトナム料理のちょうど中間を言ってるというか、料理名自体はベトナムの料理なんだけど、すごくその日本人の舌に合うように作られてるっていう、テーブルの上に並べられてるそのおしゃれなだけに見えるその料理の数々、一個一個全部食べて全部美味しかったんで、いやここはね本当にぜひ行ってほしい。ただそのお店が狭くて一人で回してるから、でめっちゃ美味しいって言って有名だから、まあここもねまあ待つことが多いと思います。僕が行った時はたまたま雨が降ってて待ってる人いなかったんだけど、まあ、多少待つのは覚悟した方がいいですね。で結構ねなんか空いてる曜日とかも休日が多かったはずなんですよね。なのでちゃんと調べて行ってください、行く際は。ただここはもし行けたら、入れたらもう最高だと思います。やばい、収録時間が30分超えてる。喋りすぎだな。まあ結構ねカットしてもらってつまんでもらって、どれぐらいの長さになってるか分かんないけど、まだ2店舗しか紹介してないのに、あの紹介したいお店があとね何十もあるのに2店舗しか紹介できない、助けて。いや本当にあの大分別府の美味しいお店いくらでもあるので、ぜひ皆さんまた僕紹介するので行ってみてください。この2店舗も本当におすすめです。今回紹介したのは両方別府にあるし、両方ランチで行くのがおすすめのお店だから、あのめちゃくちゃ狭いんだけど、今回した話大分県別府市に来てランチを食べたい人限定の話になるんだけど、いやでも別府はねマジで一回旅行に来て本当に後悔させないと思う。マジでいい街だと思う。いやなんなら僕はいつか別府でオフ会開きたい。なんか東京とかだったらさ、人が集まりすぎてさ、なんかめんどくさいことになるかもしれないけど、大所帯になってどこにも行けねえみたいに、ね、なる可能性はあるけど、別府でオフ会って言ったらさ、今僕がやりますって言ってもさ、そんなにめちゃくちゃやばい人数は来れないんじゃない。だって九州だもん。だから僕は別府を、いやここのお店美味しいんだよって言ってみんなと一緒に回るやつやりたい、みんなを案内したいってぐらい、もう本当にねいい場所いいお店たくさんあるんで、まあ、今日僕が紹介したお店とかもね、ぜひあの大所帯で行けるようなお店ではなかったんだけど、今回僕が紹介した2つはぜひ来て癒されてください。なんなら今度大分行くんですけどっていうね風に僕にリプライ送ってくれたら、まあ大体返事します。まあ僕は大分市別府市の観光案内ボットだと思ってるので、自分のこと、はい、大分とか別府に行くんだけどっていうねリプライを送ったら、まあ、僕が何かしら案内のお返事をするかと思います。まあ、これからもねぜひ大分別府をご贔屓によろしくお願いしますね。ということで、まあこれを撮っている今も別府市にいますけれども、本当に窓を開けたら湯煙がもうあちらこちらから上がってるような、素晴らしい町に住んでおります。もう僕今別府と広島のねどっちにもいる可能性があるので、まあ、どっちかでもう僕を見かけたら、まあ、声かけてやってください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お相手はインゲンでした。バイバーイ。